あ、いた。ありがとう。ホリデー。ホリデー。あ、僕らのオイラの休日の件です。今日はですね、明日に向けてハンバーガーショップ開くので、仕込みに今から向かいたいと思います。マスを迎えに来ました。二日酔いでですね、頭がガンガンしてますね。おはようございます。今から手のひらを焼いていきます。僕らの休日のクリです。今日は佐久穂町のリビングマーケットっていうマルシェに来ています。今年の3月に一度オンラインマルシェという形でリビングマルケット第1回に出させてもらったんですけど、今回は佐久穂リビングマーケット第4回ボリューム4でございます。ちょっと中の様子見ていきたいと思います。緊急事態発生。バンズを焼いてるプレートとかパティ焼いてるプレートが電源が入んなくなっちゃって、今ちょっと一旦提供中止してます。ピンチだね。あ、着いた着いた。ありがとうございます。着いたか。これ一番でかい。すいません、ありがとうございます。マスがちゃんと恩返しするんで、よろしく。ちょっとすみません、お待たせしました。よし、ありがとうございます。人望はどうですか？今日発揮できました。今日はもう人望でしか発揮できなかったですね。これがなかったら100個ハンバーガー残してたから、僕がいなかったら売り切れてなかったです。
切って。僕らのハンバーガーの野村です。3人と柴犬1匹で YouTube とかやってて、なんか一緒でやりたいことを土日やり尽くしたいよねの中でハンバーガー屋さんがあって、やりたいなって思ってたのを叶えてくれたのがこのリビングマーケットで、自分でお店持つって結構ハードル高いけど、こうやって実現できたことに本当に感謝しても ありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。リビングマーケットでハンバーガー屋さんに来てくださった皆さん、本当にありがとうございました。今回売上、ここ入ってる分だけ売上出ました。いくら材料費かかって、でいくら利益が出たかも含めてちょっと全部オープンで話しちゃいたいなと思います。で、利益の出方によっては今日マスが新幹線で帰れるかバスで帰れるかが変わります。バスでもいいけど新幹線がいい。3万ですね。34,000。あ、もうこれで材料費は取った。じゃあ他利益いきます。1万円利益出ました。2万利益出ました。38,700円ぐらいですね、だいたい。38,700円出たので、本日増渕君はバスで帰ることになりました。どういう基準？これで交通費、新幹線で帰りたまえ。とったどー。今回初めての挑戦でしたが、うまく成功までいくことができました。本当にありがとうございました。ハンバーガー屋さんやるんですかってよく聞かれますけど、わかりません。成り行きで今日開くことになって今に至るので、ハンバーガー屋さん開くかわかりませんが、また次どこかでね、お餅屋さんやってるかもしれないし、たい焼き屋さんかもしれないし、僕らのね、やりたいことリストを一個一個成功していきたいと思いますので、これからも応援よろしくお願いします。ハン